はい、どうもダクテルです。今回ですね、スプラトゥーン2買いましたんで、やっていきます。どっちにしようかな。ヤガールにしよう。黒すげえな。あー、変わったね、これ。いいね。これでいこう。ズボンね。これでいこう。はい。よし、やるぞー。全くやってないからね。いった。チュートリアル、はいはいはい、オッケー、ははオッケー。あー、やりにく。シューターが久しぶりすぎてさ、もう全然使えないんだけど。そういう問題じゃないんだけど、めっちゃやりにくい。別にあれだよ、いける。あー、やばいやばい。若葉シュートジャンプはどう？ B か。あー、これはやりにくい。あー、慣れねえ。全然慣れねえ。下手くそ。全然今あやわねえよ。普段ね、ノバしか使ってないんでね。今ね、A プラのね、なんだっけな、ね。A プラのね、なんだっけな。忘れた。A プラの60何歩ぐらい、もうすぐで S なんですよ。やっとノバで、ずっとノバなんだけど。さて、こんなん投げる気もない。結局投げるっていう。はい、あー、やりにくい。やばっ。ジャンプ、よし。チュートリアルはとりあえず済んだんで普通にやっていきます。いいね、ついに来たスプラツ。スキップさせて、長いんだ。たこ焼きみたいな。ここで ZR 来ると。はい。違和感しかねえ。昆布トラック。うん。B パス。B パスはね、知ってるよ。バッテラ。ああ。東になるか。ハコフグか。リーグマッチは？ホッケ。アサリ、リーグ、ガンガゼ。なるほど。うん。まあ、サーモンランはぜひ、ぜひじゃねえ。あんまりやらない。またオーデンチナマズ。アオリちゃん。だから、ここにホタルがいるのか。ちょっと、もうちょっと音量上げようか。音量上げたい。
びに向かいましょう。いや力ないのつらいね。ノバがさ十分にさ弱くなっちゃったじゃん。うん、それなんだよね、問題やっぱり。ゾンビノバじゃないとさダメになっちゃうっていうのがさ、ほんとつらい。でもこのアカウントはノバだけでひたすらノバだけで S プラスに行くっていうものをしたいんで、ランク30まではひたすらいろんな武器使ってレギュラーマッチしていきます。あー違和感しかねえけど、なんかね動画でねだいぶ慣れてる。若葉さんの前クラッシーね。さてもう今回ああやばい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 、間違えて絶対 X をしちゃうやつだ。とりあえず塗るわ。ランク上がりたいからやっぱり塗るんだよね。最初は塗るしかないんだ、他に。でもねだいぶ慣れてはいるから、インカーも履こうかな。どうしようか、味方強いな。うん、今ね初めてやるんだよ。だから、あた、オッケーオッケー。まあね、僕だってね昔はシューター使えてたんですから。あ、アームハック。でクラッシュブラスターを倒す。おっ、よしよし、オッケーオッケー、3枚やった。なんか来てるな。まあ、無視よ。塗ろう塗ろう。でも塗るしかないから。テキリスどこだ？あそこか。下がろうか。いるね。よっしゃ。やばいやばい。ボンベはいらないからやばい。ガスフィアも来た。あーエイム下手くそすぎだろ。今のはないでしょ。ギアはどんな感じ。あーなるほど。あれなんで今いかんのあれか。やばいやばい、ほんと間違えるな。やっぱりでもみんな最初はそうなのかな。バケツやる。オッケーオッケー。まあ一応ねエプラになった実力あるので。動いたな。あ、やばい、危ない。よし、やる。曲したね。そう、シューターが久しぶりすぎる。やばい。でもね、だいぶ、なんか使えてるよね。なぜか。ここ芋ろうか。アーム履こうか。あ、3打ちしてたな、あんまり意味ない。あ、ブラスター来てるね。やばっ。全落ち全落ち、ナイス、うん、ナイス。あ、そうかそうか、いつもとボタンが違うね。やる。あー、マジか、直撃取られたか。うまいな。うまくはないか。普通か。よしよし、その最後はここら辺塗っときましょうか。って言っても塗るところが全然ない。やばいやばいやばい。よしよし、オッケーオッケー。 1000ポイント超えた。1000ポイントこれ結構キルしたよね。8キルぐらいしたんじゃない。いやーシューター久しぶりだった。おい、まあ余裕ですね。あーいいね、なんかオッケー。1、おー11キル、すげえ。オッケーオッケー、どんどんランク上げてくから。オッケー、スケジュール更新いいね。あ、やべ。はい、じゃあやってみます。はぁ、2戦目、音楽が新鮮すぎてやばい。音楽上げないでください。
よし、ランク70がいるんだが、てかやばいな、みんなやり込みすぎだろ。はい、ハコフグ、ハコフグはもうねノバではやり込んでる。武器がね、チャージャー2枚か。局者だね、落ちてないよね。てか落ちるわけないね。落ちたらなんか1ヶ月ぐらいサーバー停止するんだよね、確かね。まあその間 Wii U やっとけって感じですよ ね。射程がさ、負けてんだよ、敵に。あ、危ない。チャージャーにあれあげるわ、ボム。あむずい。てか敵が強い。あっこに陣取られるときついんだよな。そこいるね、ボム。チャージャーが見てるのきつい。いただきたい。やっぱりまあスプラッシュボーンが使いやすいかないしは、まあ、ノバずっと使ってるからなんだけど、だってアシストキルが今回あるから。これ何ローラー、カローラか、なんか降りてきた。やばいやばい、なんか北斎、あーもう吐きたかった。パブロか、もうねえよくわかんないよ。でもだいぶ慣れたよ。よいしょ、塗るためには倒さないといけないからね。右行こうか。チャージャーが見てる。そんなのは俺に関係ない。関係ある。よいしょ、 OK、 アーマー発見。え、今アーマー入ったよね。なんでスコープか。あー、お、ナイス。でもそんなボタンの位置は変わってないから。ただなんでジャンプボタンをね X じゃなくて B に変えたのかって、ほんとね、ほんとそれなんすよ今。ほんと俺には今ねその疑問しかないわけだよ、ね。あー強い。あ、やられたがこれなんだね、上なんだ。それさえ分かってない。これは負けたな、ドンでしょ。うん、5キル、ちょっと0キル頼むわ。よし、こんな感じでずっと裏にもやってよ。おお、そんなだな。別にカスタマイズする必要もないもん。続けよう。アヤノッチってやつが弱すぎる。絶対これスプラ2から始めた人だよ。いちいち高えんだ。よし、あれ、さっきホッケフトあったっけ。あれ、さっきビーバスだっけ。あれ、ステージ変わってるな、今気づいた。あれ、なんでステージ変わってる。え、は、あ、変わったな、ホッケフトも。昨日確かここでガチマやってたんだよな。そうそう、やってたんだ、ワンで。そこ来てるね。はい、倒せない。ナイス。
パブロがいるね。あ、逃げた。逃げるとね、ダメだよ。逃げない方がいいよ。基本ね。エスプラとかなってくるとさ、逃げる人めっちゃいるんだけど。逃げたな。あ、ちょっと着地が、あー、そういうことか。やられた。うん、倒してるね。やば、はあ、そういうことか。スパジャン、スパチャクをしたかったわけね。なるほど。だいぶ研究してるからわかる。あー、やばい。お、ボムでやった。あー、うわ。あー、なにこれ、カローラか。あれ、ヒーローローラ。ナイス。そうか、そうか。スプラ1のあれで手に入れられるんだ。まあ、もちろん1はやりますよ。これからも。よいしょ。ボム。いるね、なんか。あ、いい。味方のキルを取っていくスタイル。後ろ？後ろか。オッケーオッケー。よし、ナイス。よしよし、ナイス。いるな。降りてくるとこゴム。そっちにいるのか。局者。あ、マジか。あー、くそ。やられたっつっても一人しか生きてないもん。相手の武器が分かんのでかいよ。今までさ、このスプラ1だと見分けないといけないからさ、それがほんとつらかったんだ。あ、間違いないわ。どういうできる？あ、いるね。やべ、それは無理だ。よしよし、やっていこう。よし、飛んで、やば。あー、パブロか。あー、10秒、あと10秒、あと10秒。あー、パブロ強い。これは負けたかな。あ、勝った負けた、わかんねえ。勝ったっぽいけど負けたみたいな。ですよね。じゃあ模試戦だけやりましょうか。オッケー、はっきり。なんでさ、ランク2がはっきりしてんのにさ、他のやつら4キルなんだよ。クソか。本当に何してんの、本当に。何なんだ、カスタマイズして続けるがあるのが嬉しいよ。だいぶ嬉しい。綾野っちってやつ、ランク上がっておるし。パープルランクなんなの？わかんない。とりあえず俺は早くね、ガチマッチのね、アサリがやりたいんだけど、ノバ解禁までできないっていうね、この辛さや。よし、ホッケフト。よし。いいんじゃない？とりあえずシューター使うのが久しぶりすぎてね、やばいんだ。何してんの、何でやられたの。クボか。あー、スプラシューター、寿司なのですよ。あーもう吐けよかった。ナイス。ちょっとそこいるな。
されてない。やばいな。あー、めっちゃ折り上がんなこの野郎。腹立つわ。次あいつ倒したら折ってやろう。チャージャーかな。やばいやばい、めっちゃ足が取られる。ここのステージは割とは好きなの。あ、え？あー、そっちか。うまいな。うまいのかは分からんけど。だってさ、実際さ、ここら辺で、わー、ここも置きゃよかった。ここで、ね、ランク50なんてさ、大体さ、ガチマッチをやってないやつらしい。うまいのかは分かんない。ちょー。ボールとか、ボールなんかめっちゃ強いらしいな。そんなん別にどうでもいいんだけど、今やばすぎるだろ。ローラーの縦振りを使ってみたいんだよ。あー、今のは下手くそだ。そこにチャージャーがいるの。あ、センサーついたね。うわー、倒せんかった。これ負けたかな。うん、勝ったな。よしよし。倒った。嘘や。なぜに負けたし、うん、5キル、うん、オッケー、なんか上がった、ぴったり。じゃあね、ちょっと武器やら見ていこうか。何がある？あ、ローラーあるじゃん、チャージャーもあるじゃん。はいはいはい。じゃあ武器は全部買うつもり。うわあ、これが一番めんどくさい、ね、ああ、チャージャー買いね、もういっか。とりあえず次回ローラー使おうか。いや、寿司か。順番に使っていこうか、じゃあ。そうしよう。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。